ボタフォゴ FC 通称ボタフォゴダ・パライバは、ブラジル・パライバ州、ジョアンペソアを本拠地とするサッカークラブである。ブラジルには同盟のクラブが複数存在するため、ボタフォゴダ・パライバと呼ばれている。また、パライバ州の略称を表す PB をつけて、ボタフォゴ PB と表記されることがある。ホームスタジアムは25,770人収容のアウメイドンこと、 エスタジオ・ジョゼ・アメリコ・ジ・アウメイ・ダ・フィーリョ。クラブのロゴは、リオデジャネイロのボタフォゴに影響されたものだが、中央の星の色は、白から赤になっている。これは1976年にラジオアナウンサーの、イヴァン・トマスが、クラブロゴを、パライバ州の周期と同じ赤と黒とすることを決めた、ためである。サッカーの他に、フットサルやバスケットボール部門も保有する。 主なライバルクラブはトレーゼ、カンピネンセ、アウトエスポルテである。マスコットは、保安官である。1931年9月28日、ジョアン・ペソアのクリストレ・デントール地区で創設される。創設者のベラウド・デ・オリベラ、マノエウ、フェイトーザ、リボネ・テッペソア、ジョゼ・デメロ、エジソン・デ・ボーラ・マシャド、エノック・リースは全員リオ・デ・ジャネイロのボタフォゴのサポーターだった。 クラブの初代会長にはベラウドでオリベイラが選ばれた。1932年のリーガスブルバナのサンベント戦が最初の試合となった。1936年、カンピオナート・パライバーノに優勝し、最初のプロタイトルを獲得した。1976年、カンピオナート・ブラジレーロセリエ A に初参戦。2回戦で敗れ、25位となった。1985年、 ブラジル全国選手権一部で19位となった。これはクラブにとって同大会での最高順位である。1989年、コパド・ブラジルの第1回大会に参戦し、1回戦でクルゼーロに敗れた。ありがとうございます。